ハインリヒビルヘルム・マティアス・オルバースは、18から19世紀、ドイツブレーメンの天文学者、医師。天文台などに属さないアマチュア天文学者であったが、本業の医療の傍ら熱心に観測を行い、19世紀初頭に4大小惑星のうちの2つを発見した。特に水星に興味を持ち、当時のドイツの水星観測の経緯ともみなされていた。また、 かつて宇宙論上の長年の謎であったオルバースのパラドックスに名を残していることでも知られる。三番目の名マティアスをマテウスとする文献もある。通常はビルヘルム・オルバースと呼ばれた。金書きでの性はオルベルスとも書かれる。ビルヘルム・オルバースは共にルーテル・ハボク氏の家系を持つヨハン・ゲオルク・オルバースとアンナ・マリア・オルバースとの間の十六人のこの八番目として 1758年10月11日、ブレーメン郊外のアーバーゲンに生まれた。1760年、父ヨハンゲオルクは、ブレーメンの大聖堂牧師となり、ビルヘルムもそこで成長した。1769年、10歳の時に長く、尾を伸ばした大水星を見たことがきっかけでオルバースは、天文学への興味を開花させたが、当時のギムナジウムでは、数学、 科学がほとんど教えられることなく、天文学について知るために独学でそれらを学ぶしかなかった。1777年により、ゲッティンゲン大学で医学を学び始め、それとともに、物理学者リヒテンベルク、そして、ゲッティンゲンの小さな天文台を運用していたケストナーから、数学、物理学や天文学を学んだ。1779年には、 発見されたばかりの水星の軌道を計算しようと、病床の友人に付き添う傍らで計算を進め、観測地から放物線軌道を決定する新たな方法を作り出した。翌1780年には彼自身で独立に水星を発見した。医学においても数学の応用の問題に傾注した。1780年の学位論文、変異性眼球についてでは、 眼球の変形による焦点の変異に目がどう適応するかを論じていた。学医取得後はウィーンで研修を行うとともに夜は天文台で過ごし発見直後の天皇星を追跡するなどした。1781年ブレーメンで開業医となった。医師としてのオルバースは眼科医としてとともにメスメリズムに傾倒し、 時期や催眠を利用して疾患を治療できるとして、ブレーメンの他の二人の医師と共に患者を受け入れた。メスメリズムは1770年代にウィーンの医師、メスマーが提唱したばかりのものだった。後の催眠療法のもとともなったが、その基準や有効性に関して当時から多くの議論を呼び起こしていた。オルバースはその有効性を認めつつ、 特別な力を仮定せずに説明できるようになるだろうと論じた。オルバースは1785年、ドロテア・エリザベート・ケーネと結婚したが、翌年、娘、マリア・ドロテアの出産後に、ドロテア・エリザベートは亡くなった。1789年、アンナ・アデル・ハイト・トリュアセンと再婚し、1790年に、息子、ゲオルク・ハイン・リヒを儲けた。オルバースが愛用していた。 屈折望遠鏡。ロンドンのジョン・ド・ロンドンの工房で1800年頃、制作された。ブレーメン、フォッケ博物館所蔵。医師となった当初は多忙となったが、その後、ブレーメン近郊リリエンタールに、ヨーロッパで最大級の施設天文台、リリエンタール天文台を有し、リリエンタールの執政官でもあった、天文学者シュレーターと信仰を深め、以後長年にわたって協力し合った。 学生時代に編み出していた水星の放物線軌道の決定法は、それまで用いられていた方法より簡明で、本作派の手引きで1797年になって、交換された。これは、オルバースの名声を高め、この方法は、以降20世紀まで、広く用いられるものとなった。1799年には、ブレーメン聖ペトリ大聖堂のそば、残ト通りにあった。 自宅上階の二つの大きな出窓を改造して、合計約10センチメートルのドロンド製、屈折望遠鏡やシュレーターの反射望遠鏡、六分儀などを備えた観測施設とした。睡眠時間を削って観測を行い、毎日4時間以上寝ることはなかったという。この頃、火星と木星の間には未発見の惑星があるとの推測がなされ、 熱心で広範な探索が始まっていた。1801年にシチリアのピアッツィが発見した天体ケレスをオルバースラが再発見した後、自身で1802年に同じ小惑星体の新天体パラスを、さらに1807年にはベスタを発見した。これらは19世紀初頭に相次いで発見された最初の4つの小惑星のうちの2つであり、当時は 新たな惑星とみなされた。オルバースはこれらを単一の惑星が破壊されたものではないかとの説を唱えた。また、6つの彗星を発見した。うち1815年に発見された彗星は、およそ70年の光天周期を持つ周期彗星であり、オルバース彗星として知られる。オルバースは一連の小惑星の探索を通じて、シュレーター、フォン・ザッハのほか 当時20代の青年で、後に天文学者としてだけでなく数学者としても名声を馳せるカール・フリードリヒ・ガウスとも親密な交流を持つことになった。オルバースの観測からガウスが軌道計算を行い、またガウスの予測からオルバースが観測を行うという相互の関係が続いた。シューマハー、ハーディング、エンケといった同時代のドイツの天文学者とも交流を持ち、特に 1804年、20歳そこそこのフリードリヒビルヘルム・ベッセルが、ハレー彗星の改良された軌道計算結果をオルバースに送った時には、彼の卓越した数学的才能を見出し、学術界に紹介するとともに貿易商社の徒弟であった彼に、リリエンタール天文台の助手の地位を手配した。1784年には、ブレーメン博物館協会の会員に選ばれ、 1789年から1831年まで理事を務めた。ここでは天文学や気象などに関する多数の講演を行った。1804年にはロンドンの王立協会フェローにも選出された。ブレーメンがナポレオンの占領下となった1811年にはブレーメンの代表としてパリを訪ねた。1818 18年、娘ドリスが創生し、 1820年には2番目の妻、アンナー・アデル・ハイトも亡くなった。自身の健康上の理由もあってオルバースはこの時、医者を廃業したが、天文学の研究は継続した。オルバースは、胸部の疾患のため、1840年3月2日、81歳で死去した。息子、ゲオルク・ハインリッヒ・オルバースは、ブレーメンの議員を務めた。 ひまごにあたるビルヘルム・オルバースホッケは、キセニアの概念を提唱した植物学者である。オルバースが残した蔵書のコレクションは、天文学に関して、当時のヨーロッパで最大級のものであった。オルバースの死後、ロシア・サンクトペテルブルク郊外に新設された、プルコボ天文台の本シュトルウベに買い取られたが、第二次世界大戦と1997年の放火により、 大きな損傷を受けた。オルバースを検証し、ブレーメン球場壁沿いの公園、バルアンダーゲンには、オルバースの記念像があり、現在ブレーメン市の一部となっている記事アーバーゲンには、オルバース通りがある。オルバースの名は、その功績を称いて、小惑星や月のクレーターにも付けられている。ブレーメン山と通り、聖ペトリ大聖堂そばにあった、オルバースの住居。 1899年撮影。二つの出窓の内側に、オルバースが観測を行った望遠鏡が見える。1781年に、ウィリアム・ハーシェルによって新たな惑星である天王星が発見され、地球以外の惑星は古代から知られたいつつだけではないことが明らかとなった。特に、19世紀初頭までには、キティウスボーデの法則を論拠として、 軌道の開いた火星と木星の間には未発見の惑星があるという推測がなされ、フォン・ザッハ、シュレーターらによって天空の警察と呼ばれた組織的な探索も開始されていた。これは王道隊を24の領域に分割し各地の天文台で分担して捜索するという前例のない国際的プロジェクトだった。オルバースもこの探索プロジェクトにおいて重要な役割を果たした。 果たして、1801年初頭に、シチリアのピアッツィが新天体、ケレスシリーズを発見した。ただしこれは、惑星探索と別に発見されたもので、当初、ピアッツィはそれを彗星と考えた。しかし、すぐにその動きが、円に近い軌道にふさわしいものだと判明した。短い期間の観測記録からガウスが導いた位置予測をもとに、1801年12月になってフォン、 ザッハとオルバースが太陽の反対側を巡ってきたケレスをそれぞれ再発見し、ケレスが4.6年の光天周期で太陽を周回し予測されていた火星と木星の間の軌道を持つ天体であることが確かめられた。オルバースらがガウスの軌道計算の手法の正しさを証明したことはガウスの名声を高めることとなった。 それからわずか数ヶ月後の1802年3月28日に、このケレスを探索していたオルバースは、偶然にも近くに記録にない星を見出し、時間とともに、それがわずかに移動していることを確認した。驚くべきことに、ガウスによって求められたこの天体の軌道は、ケレスとよく似ていた。軌道面の傾きと離心率こそ大きかったが、ほぼ同じ軌道長半径を持ち、 よって火星と木星の軌道の間をほぼ同じ4.6年で好転していた。この新たな天体はパラスパラスと名付けられた。ケレスとパラスの発見は単なる新惑星の発見を超えて太陽系の起源と歴史、そして未来に関する興奮した議論を天文学者たちにもたらした。オルバースはすぐさまこれらがかつて存在した。 中規模サイズの単一の惑星が何からの原因で破壊されたものとの説を提唱した。ウィリアム・ハーシェルに宛てた手紙の中で、ケレスとパラスは、一度は火星と木星の間のそれにふさわしい場所に一致していたより、大きな惑星の断片の一体か、その一部に過ぎず、その惑星の大きさは他の惑星とより、近く、おそらくは何百万年も前に、 彗星の衝突によってか内的な爆発によって粉々になったのではないだろうかと記している。オルバースが同様の可能性に触れた手紙に返信してガウスは1802年5月18日にこの仮説の持つ重要な範囲について注意を向けさせている。もし惑星が粉砕されることがあるのだという可能性が事実だと確認されたならその時現れることになる衝撃。 精神的な葛藤、不信感、神の摂理に対する用語と反発等を想像してみてください。惑星系が揺るぎない安定性を持つということに、あまりに躊躇なく基づいて、知識の枠組みを構築している人々は何を言うでしょうかもし、自分たちは、斜上の老格を築いてきたのであり、すべてが、自然の力の盲目的な偶然の戯れに、委ねられているのだと知ったならば、 仮説が正しければ、さらに類似した軌道の天体が多数発見されるものと、オルバースは考え、その軌道を推定した。実際、1804年にはハーディングにより3番目の小惑星ジュノ・のュノが発見され、オルバース自身も1807年3月29日にベスタベスタを発見した。ベスタはオルバースが、それまでの3小惑星の軌道が接近すると考えた。 ところから見出されたものだった。その後、オルバースは1817年頃まで精力的に新天体の探索を続けたが、オルバースによっても他の観測者によっても新たな発見はなかった。19世紀前半のしばらくの間、これら4つの天体が太陽系で新たに発見され、加わった惑星とみなされた。オルバースの死後、 1840年代になって5つ目以降の小天体が相次いで発見され、その後、これらの天体を表すのに、ウィリアム・ハーシェルの提案したアステロイドの名が一般に定着した。オルバースが提唱した仮想惑星には名前がなかったが、後にファイトンとも呼ばれ、SF などを含め人々の多くの想像力をかき立ててきた。ただし現在、 小惑星体の天体の成因は木星による、雪道によって、そもそも単一の惑星の形成が妨げられたためで、あるとの見方が有力である。オルバースのパラドックス。星がどこまでも均等に分布するなら、星の表面の割合は距離によらず、夜空は星の表面で覆い尽くされ暗闇は消え去らなければ、ならないはずである。よって、実際の夜空が暗いことには、 理由の説明が必要となる。類似の議論は17世紀のケヘプラーから見られたが、この謎を正しく定式化したのはシェゾーだった。1823年、オルバースは宇宙空間の透明度についてと題した論考を発表し、夜空が暗く保たれているという、誰もが知る事実が十分広大な宇宙において直ちには理論的説明がつかない謎であることを示した。 この謎の提示と解決策は、創生したスイスの天文学者、ジャン・フィリップ・ロイス・ド・シェゾーがその79年前に、定量的に提示していたものとほぼ同じものであり、オルバースの発案ではなかったが、現在一般に、オルバースのパラドックスの名で知られている。シェゾーのパラドックスに関する論考は、1743から44年のクリンケンベルク・シェゾー推薦を、 報告した著作に含まれる八つの付録の一つで展開されていた。オルバースは自身の論考の中でシェゾーの先行する業績に触れていないが、調査によるとオルバースはこの著作を所有していただけでなく、その本編の彗星の軌道決定にまつわる部分を丹念に分析していた。ガウスのそれをはじめとして、他社の優れた業績について一般には率直かつ、 公平な惨事を惜しまなかったオルバースが、シェゾウの業績について言及しなかった理由には、議論がある。シェゾウとオルバースが提示したパラドックスは、宇宙が十分に広くかつ十分に、長期間性が輝き続けているとすると、夜空全体が太陽面のようにまばゆや明るさを、持たねばならないことを導く。実際にはそうなっていない理由を、両者は共に、宇宙空間を進む間に起こる。 光の吸収に求めていた。しかし、宇宙空間を満たしていると考えられていたエーテルは存在せず、また他の生涯物質によるものならば、これは熱平行状態ではパラドックスの解決をもたらせない。星の寿命に注目し、パラドックスに必要な十分な放射に変わり得る物質が宇宙に不足していることの最初の定量的解釈は、20世紀初頭にケルビンが与えた。 遺族らによりまとめられた資料集。オルバースの論文やガウスとの間の書簡などが含まれる。ありがとうございます。